はい、どうも、トクトベ。それで、今回はですね、皆さん、これまでクラッシュをしたことはありますでしょうか？クラッシュっていうのはこんな感じで、フォートナイトプレイ中にいきなりゲームが落とされて、こんな画面がね、出てくることなんですけど、今回ですね、このクラッシュが起きづらくなる方法をね、紹介したいと思います。ちなみにこの方法はエピックの公式にも伝えられているやり方もあるので、まあね、今 PC でプレイされている方だったり、これからね、PC を買おうとしている方もね、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速本編、どうぞ。はい、ということで早速ね、ちょっとクラッシュを直す方法を女子でね、紹介したいと思います。まず一つ目なんですけど、エピックゲームズランチャー開きます。開いたらこのライブラリーをクリックして、この点々ですね、この3つあるやつ、これをクリックして管理のところを押します。この一番上の項目のファイルを確認するのところ、これを確認する押します。はい、こんな感じで、ね、ちょっとね、長いですね。はい、だいたい1分ぐらいで終わります。ちなみに一つ目のやり方は、これはエピックの公式にも書かれてるやつですね。はい、続いては二つ目ですね。二つ目も、これね、点々のところを押してもらって、で、このオプションですね。このビジュアルアイテムのストリーミング無効化、これにチェックを入れます。まあ、これチェック入れたことによって、クラッシュが起きづらくなったみたいな情報も出てますね。続いては三つ目なんですけど、三つ目のやり方は、この NVIDIA GeForce、これをね、ちゃんとアップデートできてるか確認してみてください。僕の場合はね、最新ドライバーになってますね。はい、これ最新ドライブになってない方は更新してみてください。これもね、エピックの公式にも書かれているやり方で、ビデオカードのドライバーを更新するっていうことで、まあ、AMD とかインテル使われている方は最新の状態にしましょう。まあ、これクリックした方が早いかな、多分 AMD こんな感じで最新のドライバーにしますという感じですね。はい、続いては4つ目紹介したいと思います。Windows プラス R を同時押しします。同時押しして、添付と入力します。添付と入力して、これね、全部選択します。で、ゴミ箱入れます。はい、消してください。で、終わったら閉じてあげて、今度はですね、また Windows プラス R を同乗して、パーセント添付パーセントと入力して、これもね、全部選択してください。まあ、コントロール A で選択して、で、これでね、消します。削除で、これもね、すべての項目にこれを実行するようにチェックを入れて、スキップを押します。で、消したら、これ全部ね、多分ゴミ箱に入ってると思うんで、ゴミ箱をね、全部消します。91個もある、やば。はい、これで、まあ、軽くもなるし、あとはね、クラッシュ起きにくくなるみたいな感じになるんで、おすすめですね。はい、続いては5つ目のやり方は、これはね、エクスプローラー1回開いてあげて、ドライブの方ですね、これクリックして、で、プログラムファイルクリックして、エピックゲームズクリックして、フォートナイトクリックして、フォートナイトゲームクリックして、バイナリーズクリックして、Win64 クリックして、で、下の方に行ってもらって、このフォートナイトクライアント Win64 シッピングってやつ、右クリックして、プロパティ開きます。で、プロパティ開いたら、この互換性っていうところを押してあげて、で、ここですね、この互換性モードのこの Windows 8になってるかどうかを確認してください。で、ここですね、全画面表示の最適化を無効にする、これにチェックを入れます。でチェック入れたら OK を押します。で、これなんでかっていうのは、Epic の公式にも記載されているやり方で、こうすることによってクラッシュがね、改善されるみたいですね。はい、続いては6つ目いきたいと思います。6つ目なんですけど、これもね、設定の方をですね、この Windows のボタンを押して、右クリックします。この Windows アップデートを押してあげて、これがね、最新の状態になっているか確認してみてください。僕の場合は、これを押してあげて、これ多分最新の状態、最新の状態ですね。で、続いて7つ目いきます。7つ目はコントロールパネルを開きます。このハードウェアとサウンド開いて、でこの電源オプション開きます。で、開いたらなぜか僕バランスになったんで、これはね、高パフォーマンスにしましょう。あれ？なんでバランスになってんだ？はい、ということで高パフォーマンスにした方がクラッシュがね、起きづらくなるんで、ぜひ試してみてください。はい、続いては7つ目いきたいと思います。7つ目はこれはね、エピックの公式で記載されてるやり方で、こうやってなんかログインするときにエラーメッセージ出るみたいな感じの人は、もしかしたらこのフォートナイトが推奨するスペックがね、足りてないかもしれないんで、まあ、その時にね、チェックする際にこちらをね、参照してみると、ここに書いてある通り推奨システム要件がこんな感じですね。ここに記載されてる通りで、自分の PC スペックが足りてるかどうか確かめる方法があって、まず下の検索ボックスからシステム情報と検索します。はい、これですね。で、これをクリックするとなんかこんな感じでね、なんか出てくるらしいですね。で、自分の推奨しているスペックが合ってるかどうかが、こことこことここら辺でね、分かるらしいですね。ちなみにこれおまけなんですけど、これ配信とかね、したい方は、まあ、個人的にはメモリ 32GB あった方がいいと思います。多分メモリ 16GB でやってる人も多いと思うんですけど、あとは他の音楽とか、あと YouTube とか、そういったなんかいろんなアプリを開きながらフォートナイトやるときは、メモリもね、やっぱ必要になってくるんで、メモリはね、32GB あった方が
いいと思います。で、まああとは快適に動かしたい方はそれなりに CPU もね必要だと思います。まあ、もっとこうやって詳しく見たいよっていう方は下の概要欄にこのサイトをね貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。はい、次では8つ目の方法を紹介したいと思います。これもねこの Windows のアプリのボタンから設定を開きます。で、インストールされているアプリ開きます。で、開いたら下の方に Microsoft Visual C++ っていうのがあると思うんですが、あ、これですね。で、これの Microsoft Visual C++ ×64 と ×86 があると思うんですけど、これの最新の方のやつを見つけて、まあこの場合はこれですね、この2つなんで、この点々を押します。で、変更をして修復ですね、これを押します。はい、セットアップ完了ですね。で、完了したら再起動をしましょう。で、この86の方も同様に、これもね、点々を押してあげて、変更をして、修復ですね。なので、同じようなことをね、してください。これもね、Epic の公式で書かれてたんですけど、Visual C++ 再配布可能パッケージを修復するっていうのがあって、で、必ずこの ×64 と86のバージョン両方をダウンロードして、修復選択しますと。っていうのがあったんで、これもね、公式で書かれてるやり方ですね。で、ちなみにこの Visual C++ のパッケージがない方は、この公式サイトからね、ダウンロードできます。まあ、公式サイトのリンクはね概要欄に貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。まあ、多分ねこれダウンロードしなくても多分元からね入ってると思うんですけど、こんな感じで、まあ、多分ね修復だけねすればいいと思います。はい、続いては9個目ですね。9個目なんですけど、これまたね Epic Games Launcher 開きます。はい、ちょっとこれねちょっと最初に紹介すればよかったけど、自分のアカウントをクリックして設定ですね、設定をして、で下の方に行ってもらって、この Fortnite の方ですね開いて、追加コマンドラインの引数、まあ、これ今回別のやつになっちゃってるんですが、もしもね何回もなんかクラッシュしたりとか、なんかフォートナイト落ちちゃうよっていう方は、もしかしたらこの Epic Games の公式にも書いてる通りパケットロスが原因かもしれないんで、まあそういう方はここにある -limit client checks っていうやつ、これを追加コマンドライン引数にチェックを入れてここに貼るとクラッシュが起きづらくなるみたいな感じになるみたいですね。ちなみに僕はなんでこの設定にしてるかというと、これはね軽くするためにあるんですが、まあ、これはね僕の過去の動画の軽くする方法でね紹介してるんで、よかったらそれもね見てみてください。はい、続いて10個目なんですけど、10個目は今度フォートナイトをね開きます。はい、ということでフォートナイトの方を開いたら、まず設定の方をね開きます。設定開いて、ここですね、レンダリングモード、これ今僕パフォーマンスモードになってるんですけど、これ逆にダイレクト X11 にした方がクラッシュしづらくなるみたいな感じの人もいるらしいんで、まあもしもねクラッシュしやすい方はダイレクト X11 にしましょう。で、あともう一個だけなんかおまけなんですけど、 Epic の公式にも記載されてる言い方があって、このマッチメイキングチギですね、これはですね一番低い方にしましょう。まあ、僕らはアジアに住んでるんでこれですね。はい、まあ、分かんないよっていう方はとりあえずねこれ自動にすればいいと思います。そうすると一番回線がいい状態のサーバーにしてくれます。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回ですねこのフォートナイトをクラッシュを起きづらくなる方法をね10個紹介してきましたということで、もしこの動画良かったらね高評価の方も忘れずにお願いします。あと年内5万人以上目標としてるんで、よかったらチャンネル登録の方もお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。